キモピロートークオン。何ですか、同じ乱暴で3本は取るなよ。いや、どうせだったら1回でね、いっぱい取れた方がいいですから。2本までなのよ。もう今回3本いきます。致死量だってこれ。まあ今回ね、はい、まあ誰しもラボに来たらピロートークをする機会、聞く機会あると思うんですけども、はい、正直寝たいです。そんなのしたくねえ、うん、ということですか。一言も喋りたくない、本当に。確かに、特にその男性は、はい、出したとなっても睡眠に行きたいわけですもんね。そう、別に話すこともない。ああ、そういう意味でね、女性側もそう思ってるかもしれないですしね。そう、女性側にそういう人もいると思うんですよ、うん、そういう時に、はい、ちょっとまあできるだけ早く終わらすために何を話したらいいか、うん、ああ、じゃあこれ見てる方すごい参考に。そうね、うん、ピロートークに悩んでる方は、うん、もうこれ西田が言った話題ですぐにピロートークを終わらして寝ると、うん、じゃあもうこれは愛のあるセックスの時はしないってことですね。まあそうだね。本当にこうワンナイトとか、そうね、浅い関係性の時に本当に不必要なピロートークを防ぐための不要不急みたいにキモいトーク。これ私伝授したいと思います。つまりこれ私がやってるチンコ萎えさせようの逆みたいなもんですね。マンコ乾かしよう。これタイトルにはできなくできなかった。ライフとさっき2人でいろいろ話してて、マンコ乾かしようどうだろうっていうその話もあったんです。さすがにグロいよね。濡れるってまだなんかあれだけど、乾かすってグロいよねっていう話し合いもありました。ではキモピロトーク王にわかりました、はい、ライトにね、しっかりポップにして、はい、じゃあ皆さん参考にしていただければよろしくお願いします。お願いします。激しかったね。激しかったんかい。似合うね。ちょ本人の前ではやんなって。最悪。本人の前では違う。帰り道とかにね。右の勝ちだね。おやすみ。最悪。最悪です。よく寝れたな、お前も。最悪です。激しかったね。そんなんの毎回。ゴキブリもフェラするらしいよ。そうなの。気色ない。おやすみ。短いけど強い。何その情報。何それ。マーブルも言ってた。それファーブルか。言ってたのそれ。どこで知ったの西田。ドイツの大学の研究で。フェロモンを舐めとるらしいよ。寝言みたいに。むにゃむにゃ。メスがオスのフェロモンを舐めとるらしいよ。いやー、激しかったね。ないだろうな。ないだったら嬉しい。やば。ないだろうな。いや、そこはね、1位って嘘でも。ああ。いや、ランク入りは無理かな。ランク入りは無理かな。すごいじゃん。まあ、メダルはもらえないね。入賞せず。8位かな。リアル。入賞はしてるじゃん。じゃあ8位ぐらい。でもいや、11 11だけど、メダル取った人が、ドーピング検査引っかかってギリ10位戻ってきたみたいな、それぐらいのやつかな。室伏みたいなやられなきゃいけない。11位でした。おやすみ。最悪だね。これもやだな。1位だよとか嘘でも言って終わらせればいいのに。11位に払うホテル代もったいないな。帰るって。激しかったね。水飲む？水。いいえ、結構出したから水飲んだ方がいいよ。その水分結構出てると思うから、熱中症とかになったら本当に嫌だから。俺心配すんなよ。結構出てたよ、だって言うな、明るい時間に言うな。結構水分出てたと思うんだけど、終わった時に言うな。ほらだってほら、これ触ってみ。汗すごいもん、汗すごい、まず汗すごいのよ。冷静に言わないでよ。それ以外にもすっごい出てたから冷静に言うなんて、燃え上がってる時でギリなんだから。それほんとこれだけじゃ足んないよ全然。ポカリ買ってこうか。やめてよ、量で言うの。ポカリ買ってくるって。俺ポカリ塩分もあるみたいな言うな。大丈夫、本当に飲んだ方がいいと思うけどな。いいのね、飲まなくて。ガチの心配なんだ、ね、結構出てたのにな。いいんだ、出した自負うるせえよ。じゃあおやすみおやすみ。脳卒中のリスク上がるけどなーって。体内の水分少ないとキモすぎる。いやー、激しかったね。なんか挟まってるわ。陰謀だ。陰謀だ。え？パイポンだったよね。パイポンだったよね。誰の陰謀なんだろうこれ。いつ陰謀食ったんだろう俺。考えても答え出ねえか。おやすみ。優勝だろこれ。いつのだろうなこれ。いやー、激しかったね。テレビ見る？こんな AV あんだ。似てる AV 女優探していい？ああ、違うな。このタイプの顔じゃないもんね。綺麗系って感じじゃないもん。可愛い系だもん、どっちかというとな。ああ、あの人かな。あの人に似てるよ、顔。ロリ系の。そう、右の、下から2番目のあの人。あの人、ほら。駅弁されてる人。あの人の顔似てるわ。みよ。下のみ？でも、この人の方がよく動くね。この人の方がよく動くわ。さすがプロの仕事。プロだな。ちょっと俺一回しこっていい？ごめん、しこるわ。先寝てて、先寝てて。隣にいんのに。おやすみおやすみおやすみ。俺一旦しこるから気にせず寝てて。おやすみ。最悪。抜き床まで早送りしよう。はい、というわけでキモピロトークすべて出揃いました。どうでした？いや、もう圧倒的優勝一つですよ。もう決まってます。いや、そりゃそうでしょ。本当に結構いい勝負だった。いやいや、粒揃いでしたけどね今回。そんなことない。もうどれですか？頭一つ二つ抜き出てましたよね。ほんと圧勝がいる。いますよ。どれですか？いや、陰謀だ。陰謀やっぱダメ。いや、あっとかいう時点で、はい、最悪絶対芋じゃんと思って、そしたら後半パイパンっていうその女の子がね、前の人の陰謀っていうのがいつの陰謀だろうなっていう、そのいや、いつのネギだろうなとかわかるんですよ、まだこんなとこにっていう過去の女をそこでまた匂わせるという精神的な苦痛もある。確かにな、あれはきついね。あれやっぱ1位ですか。いや、全然きついよ。あ、本当に。もう最後に関してはもうまあいいかなと思ったもん他のやつは、うん、AV女優に似てるとかももうなんか終わった後だったらまあいいかって思えるぐらい陰謀がきつすぎるゴキブリのフェラとかも全然いいもん。大丈夫？ゴキブリがフェラする。そんでってなっちゃうかもしんない。生命の神秘にテンション上がるぐらい。もう何より他人の陰謀を見せられる時間。あれがやっぱきしょいですか？一番きしょい。やっぱじゃあもうピロートークめんどくさいなっていう時は、もう知らない人の陰謀を歯に挟んどくという。かも抜いてピリピリピリってやって。そうね。縮り毛にして挟むから。挟む。これがやっぱ一番効くんじゃないかと思います。圧倒的王者です。はい。はい。引き続きね、これに関しても挑戦者募集ということで、キモピロトークを。確かにこれだから結構遊んでる方とかね。はいはい。これもうしんいちさんとかいいんじゃない？あ、お見送り芸人しんいちさん。確かにもう一番知ってんじゃない？もしかしたらキモピロトーク。確かにな。パーンって終わらせられる。いや、可能性あるね。遊び人であればあるほど。じゃないちょっと芸人さんぜひ。ぜひ。優勝賞金10万で。高っ！やらせていただきます。ぜひ皆さんお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。こんなピロートークが嫌だったよなんていう体験談も募集しております。ポインティーじゃんもう。